おばんから。山形県高畑町で駆け出しバーテンダーをやっているバーマーの武田です。はい、ということで、今回も、YouTube の動画やっていきたいなと思います。そしてですね、まあ、今回ですね、僕ねやっていきたいなって思うのは、まあね、今までですね、結構まあバーマーチャンネル、まあ、最近ね結構アシスタントの木村くんが入ってですね、まあ、2人での結構トークの話だったりとか、例えばねウイスキーのテイスティングとかで、最近ではね、まあ、年明け動画、まあ、年末年明け動画をやって、それで、まあ今回はスペシャルゲストなんかもお呼びしてですね、いろいろこうバーマーのこのチャンネルもねボリューミーで、かなりこうねいい感じのこう内容でやってきたかなと思うんですけれども、まあね、たまーにね、たまーにこの僕一人の動画もねあったらいいかななんて思って、今回はいませんからね、僕一人の動画でございます。はい、でまあね、結構以前はこうやって結構僕一人でこうペチャペチャやってたんですけども、はい、まあね、改めて久しぶりにねこんな感じで話していきたいなと思いますので、今回はバーマーの武田が一人でひたすら話すこのフリートークをねやっていきたいなと思います。はい、久しぶりの晩酌フリートークになります。よし、まあね、今回こうやってやっていくんですけれども、はい、なんとですね、まあ、結構ね、アシスタントの木村くんがですね、いろいろこうね、うまい編集してくださるので、めっちゃ動画の感じもいいんですけど、まあ、今回はね、結構ね、まあ、あんまりこうね、今日加えずにライブ感のあるような感じでこう撮影していきたいなと思います。なので、ありのままのバーマーさん見れますからね、例えばミスっちゃったりしたところまで見れるんでね、はい、ありのままのバーマーで話していきたいなと思います。はい、それではですね、まずね今回こう何を話そうかなっていうので、まあ、まず、まあ、僕のこう晩酌についてというか、そんな感じで話そうかなと思うんですけど、まあ、僕も、まあ、もちろんこうウイスキーの動画いろいろ上げてるので、ウイスキー好きなんですよ、もちろん。でまあそれ好きで、結構ね毎日こう晩酌したりとか、ウイスキーいろいろ楽しんでね、まあ飲んでたりするんですけれども、まあ今回はねそれをちょっと紹介していくみたいな感じでやっていこうかななんて思っております。はい、それではね早速作って飲んでいこうかなと思うんですけども、はい、今回は、はい、こちらにありますね。はい、はい、こちら日課さんで作っているブラック日課のディープブレンド、はい、こちらですね。はい、こちらをね今回は飲んでいこうかなと思います。はい、それでは飲んでいきましょう。はい、ということで、では早速ね作っていこうかなと思いますね。はい、で今回ね結構僕ね晩酌するときは意外とこのロックスタイルで飲むことが多いので、ロックでね今回もね作っていこうかなと思います。はい、それでは早速作っていきましょう。はい、ということで、なので、ね、結構いつもはねこう遠くの感じが強いので、はい、最近は結構 YouTube のテイスティング動画って長かったですけど、まあ、改めてね僕一人の動画ですね。はい、それでは、ブラックニックディープブレンドのロックになります。はい、それではねいつも通りやっていきましょう。それでは乾杯。はい、うんー、ね、いいね、もう香りが凄まじくいいですね。うん、甘いですね。木の甘さみたいなのがガツンってくる感じでね。うん、はい、ということで、うん、うまいね。はい、ということでね今回ブラックニックディープブレンド、楽しんでいくわけでございますけれども、まあね、まあ、味わい的には香り甘くて、でやっぱりこう飲んだ感じはこうすごくね木のガツンってウッディな香りが強いですね。でバニラ、まあ、チョコのこうビターな、まあね、ちょっと苦みのね、はい、ビターチョコみたいな、ニュアンスもあったりとか、あとは結構ね最後の方には、でもな最後の方も甘いかな、まあ、ほんの少しこうピートが少し残るような感じはあるんですけど、本当にこう甘さと木のバランスがすごくいいというか、
ただ結構ね深みが結構ある印象がねすごく強いかなと思いますね。はい、でまあこのディープブレンドなんですけど、まあねあのこちらねまあ、あのすごくね僕あのコスパいいなって思ってて、あのこれがまあだいたいね価格的にいくとね1300円ぐらいで買えます。1300円でお釣り来るとか、はい、前後で1300円前後で買えて、まあ、めちゃくちゃコスパいいじゃないですか。はい、でさらにいいなって思うところがこちらですね。なんと、はい、見てこちら書いておりますね。はい、なんとねアルコール度数 45% なんですね。はい、で普通ウイスキーって言うとやっぱ40度前後になるんですけど、 45% だと少しちょっとね強めの度数になってるんですけど、まあ強いと何がいいかというとですね、まあ、ウイスキーって出来上がった時にやっぱその加水してだいたいまあ50度以上ある度数から加水してだいたいその40度っていうとこ楽しみやすい度数に落として出荷されるんですけども、それをねそこまで加水を減らして45で出してるのですごくこう味わいが、はい、そのやっぱ僕が感じたその木のすごいガツンっていうしっかりあの強いあのパンチっていうのはやっぱその度数のところからも来てるのかなって思いますね。はい、でこのまあブラックニッカのディープブレンドはこのシンダルを使った熟成と、あとはカフェグレーンのブレンドになりまして、こちらはブレンデッドウイスキーになりますね。はい、なのでこのシンダルで、まあ、その木の影響もすごく受けやすいですし、カフェグレーンもすごくねそのグレーンそしてウイスキーの風味っていうのを損なわないその、ウイスキーの良さをねすごく引き出す、まあ、作るねあの昔ながらの、はい、あの機械なので、まあ、それもね製法なので、それもすごく相まみ合ってこういうねすごいいい味わいになってます。ただねこの味わいが1300円ってめちゃくちゃうまいなと思ってね、はい、すごくうまいです。はい、うまいね、うん、本当にあの、まあ、僕ねこう、まあ、結構その僕の晩酌なんですけど、その晩酌結構まあ僕もほぼ毎日するんですよ。毎日もねこう晩酌やって、まあ、ウイスキー、まあ、よくねウイスキー飲むかな、うん、まあ、ビールいっぱい飲んでこうウイスキー飲んでみたいなんで、僕よくやるのは、まあ、その時に映画見たりとか、うん、音楽聴いたりとかそういった感じでこう自分ふぅってこうね一息つくみたいな、そんな感じでいつも楽しんでるんですけど、まあ、その時に毎回そのいろんなこうあのウイスキーを、まあ、毎月これ飲もうみたいな感じで、まあ、1000台から2000台ぐらいのウイスキーをこう上飲してるんですけど、はい、まあ、結構ね僕結構このディープブレンドを結構飲む機会多くて、はい、まあ、価格もいいってのでもう何本か飲んでるんですけど、やっぱうまいんですよね。うん、まあ、全然ねそのアルコール感の強い変な刺激というかそういうのも全然なくて、結構その角が取れてますね。45度っていう度数にしてはすごくこうねバランスが良くて飲みやすいし、この度数からあるのでこれロックにしても全然加水されてもね負けないというか、はい、なのでむしろこの甘さっていう部分だったり木の香りっていうのはすごくこうね加水されても深くなっていくので、僕的にはまあ、めちゃくちゃコスパ良くてめちゃくちゃ楽しめるっていう感じなんですよ。なのでディープブレンドめちゃくちゃおすすめで、まあ、今月ね僕も結構このディープブレンド、まあ、結構ねもう 2,3 ヶ月に1遍ずつぐらいはディープブレンドをこう回ってくるみたいな感じなんですけど、はい、まあ、皆さんもちろんジェムソンめっちゃ好きですからね、ジェムソンも飲んでますけどねバーマーさんジェムソンじゃねえんすかよそこってなるかもしれないですけど、はい、ジェムソンもめちゃくちゃうまいですよ。ジェムソンもうまいんですけど、やっぱねまあ、これねウイスキー結構飲んでる方だとこう実感あるかもしれないですけど、やっぱね同じウイスキーをこうずっと飲んでると意外といや結構なんかこう飽きではないんですけど違う味も欲しいなって思ったりするんですよ。なので僕意外とその1個のウイスキーをひたすら飲むみたいなことあんまりしなくて、 1,2 杯飲んだらやっぱ違う味わいのものに変えたり銘柄変えるっていうのをよくするので、はい、でまあ、ジョインするときは、まあ、まあ今月これかなとかなくなったらまた別のやつ飲もうかなみたいな感じでやるんですけど、まああんまり減らないですね、他のやつも飲んじゃうんでなんでまあね毎月このボトル買ったらまた別のって感じで、まあ、今回はまたディープブレンド買ったんですけど、まあね僕結構やるのはまあね1000円台だとそのホワイトホースとかバランタインカティーサークとか、はい、あと、まあ、ティーチャーズとかも飲むかな、はい、とか、まあ、こう味わいでいろいろねスモーキーなのがいいのかちょっとライトなめのやつのがいいのかとかでね結構変えたりしますけど、はい、
ですね。でまあ結構最近ねちょっとやっぱ寒いじゃないですか冬で、山形もめちゃくちゃもうなんか雪半端なくて、まあ今ね結構こういろんな県でもかなり雪が多くて寒いと思うんですけど、やっぱ寒い時ってやっぱ僕ハイボール飲むっていうよりはこうロックとかストレートとかでこうゆっくりね飲んで体を温めるというかね、度数強い感じでこう飲んでいく方が僕はやっぱいいなとか、でこういう寒い時だからこそ結構しっぽりできるんですよ、なんかこうこもりたいじゃないですかいや寒いとねやっぱ外出づらいですもんね。まあこう今の状況もあるっていうのもあるんですけどね、はい、まあこう家にいたい、家でゆっくりしたいっていう時はやっぱ僕ロックなんですよ、はい、でロックで飲むってなったらやっぱ結構僕選ぶのはこのブラックミカのディープブレンドなんですよな、はい、これがめちゃんこうまいわけでございますよ、はい、なのでぜひこれあのもしね、まあ、今結構宅飲みされる方めちゃくちゃ多くなってるなって思うんですけど、まあ、そこでね、まあ、もし宅飲み楽しみたい、そしてね僕見たくこうロックとか、まあ、ぶっちゃけねこれソーダ割りにしたって水割りにしたってめちゃくちゃうまいんですよ、はい、まあ、でまたこう違う動画で松にはこれやってみましたみたいな感じでやっていくのもありだと思うので、はい、ぜひねこれあのロックでもいいのでぜひ飲んでいただきたいなと思いますね。ぜひあの度数も高いのであの結構酔っ払うっていうところもあるし、なのに味わいはめちゃくちゃうまいし、なので、まあ、バランスもいいし、その甘さっていう部分もしっかり兼ね備えているので、すごい初心者の方にもあの僕はおすすめできる一本かななんて思いますね、はい、まあ、結局あのこうやってウイスキーの紹介なんですけどねまあぜひあの宅飲みには僕はすごく持ってこいの、はい、一本ですね、ブラックニカディープブレンド、はいですね、そんな感じで、まあ、かなりこうべしゃ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 かなりのハイスピードで半端ないこうあのマシンガントークバリで話してきましたけども、はい、たまんない、ちょっと飲みますねうん、いやーうまいね、うん、はい、ということでこんな感じで、まあ、もしあのまたちょっと別にこう木村くんを呼んでちょっとディープブレンドのテイスティングやろうぜみたいな感じでこう改めてこう僕の意見もあるんですけど、それと木村くんの、まあ、あんまりこうあのお酒飲まない方の意見なんかも入ってくるとさらに面白いかもしれないし、やっぱそこがこの初心者向けにもいいかなっていう点でもあるので、そこはね改めてなんかこうまた別の動画で2人でこうディープブレンドを飲んでみようとか、その際にいろんな飲み方試してみようとか、そんな企画もねちょっとまたやっていければいいかななんて思っておりますね。はい、そんな感じで、まあ、こんな感じであの僕ひたすらただ単に喋るみたいな、あの意外とこれ YouTube やって気づいたのが意外と僕喋るの好きだなっていうね感じあったんで、まあ、こういうこうね僕一人の動画でひたすら喋ってるだけのナチュラルバーマン武田をねこう見せていく回を、まあ、結構これから作っていこうかなと思いますので、あの、まあ、こっちの動画もねぜひよろしくお願いしますねちょっと昔から見てる方だったら懐かしいなみたいなのあるかもしれないと思うので、はい、そんな感じであの僕のこの晩酌フリートーク、はい、久しぶりにやりましたけども、はい、こんな感じで今回は、まあ、こう僕の晩酌についてと、まあ、今回ねそれで飲む今回はディープブレンドをね、紹介の回になりましたでございます。はい、それではね最後までご視聴していただきありがとうございます。もしねこの動画がいいなと思った方はいいねボタン、そしてね、ディープブレンドを飲んでみようかなって僕も飲みたいぜっていう方もいいねボタンお願いします。そしてぜひねロックでも楽しみたいという方もいいねボタンよろしくお願いします。はい、でですねぜひこのバーマー駆け出しバーテンダーチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、このようにねウイスキーの、いろんな情報であったりとか、僕の大好きなジェムソンの楽しみ方だったりとか、自宅で楽しむお酒の楽しみ方なんかもねいろいろ挙げております。はい、そして一番の特典はこのバーマーの僕に毎日会えちゃいます。はい、ということで SNS もやっているので、バーマーと検索してみてください。はい、それでは、ありがとうございました。おしょうしな See you。はいはいはい、いやー久しぶりに撮ったけどめちゃくちゃフリートークおもろいっすな。はい、ということでこれからも、いやこれもうねおまけなしでもいいのかもしれないな、焦げに話してほぼ全部おまけみたいな感じだから、うん、そんな感じであのバーマーフリートークまだねやっていこうかなと思うので、こちらもよろしくお願いします。それでは、皆さんの晩酌に乾杯だべー。